こんにちは、Kです。今回はハロウィンイベント期間に獲得できるサイコキラーベスト、カカシの帽子、パンドラの箱を紹介したいと思います。まずはサイコキラーベストから。こちらはアチーブの松明と熊手を忘れずにから獲得できる装備になります。グリーンオーガーガーを100匹釣ることで入手することができます。次にカカシの帽子です。こちらはアチーブのシルバーバレットから獲得できる装備になります。ブラックバンパイアガーを100匹釣ることで入手することができます。最後にパンドラの箱です。こちらはアチーブのイエティハンターから獲得できるタックルボックスです。アルビのイエティガーを100匹釣ることで入手となります。今回紹介したのはハロウィンミッションのアイテム5。邪悪な目から身を守るためのペンダントで釣り上げた3種類ですね。以上になります。ご視聴ありがとうございました。